どうも、妹が欲しい男ラスクです。僕に妹がいるわけがない。続きやっていきましょう。いやね、俺上はいるんだけどね、やっぱ下がいないから、やっぱ弟か妹いるのって結構憧れるんだよね。はい、話戻すけど、ちょっと前回、まあ結局バッドエンドで終わっちゃったんで、ちょっと他いろいろやってみたんで、ちょっとそれを、見せていこうかなと思います。で、どれだ？これかな。今どの状態だ？油とライターとスピードアップ、もうちょっと進んでいいかな。まあ先に言っちゃいますと、このゲームの、分岐する条件的なものを、なんで今これ読み込んだんだよ なんで今これ読み込んだのに読み込んだんだよ。ちょっとごめんね、用語がおかしくて。同じやつ読み込む必要ねえだろっていう。10ならどと、今どういう状態？同じか。バール取るまではいいかな。お前うるさい、ちょっと。混んでて。トリマバール必要ないかもしれないけど、一応バールは持っときます。で、まあ条件ですね。エンディングが分岐する条件っていうのが、当初俺が懸念してた通り、どうやらあの部屋にある絵を踏んじゃいけないっていうのがなんか条件みたいですね。ちょっと来たんで一旦巻きます。やっぱ絵は粗末にしちゃいけないと、どこの世界でもどんなものであっても物は粗末にしちゃいけないということをね、改めて実感させられる、そんなゲームでね、こう敵を物理的に撃退すると いいんですけど。で、絵踏んじゃいけないんで、絵を踏まない方法で、あの部屋に入る方法を、考えなきゃいけないと。って思ったんだけど、俺、それさ、とっくのとうに思いついてたんだよね。というのもさ、こっからさ、俺入ってたんだからさ、そもそもそこの道通る必要性がなかったんだよね。バッドエンド行く前にこの状態に気づいてたと。我ながら間抜けな話だけど。とりあえずこれでライターで炙って、で文字が出てきて、フラグ立てのオッケー。で、まあこれはちょっと違う話なんだけど、ここさ、鉛筆手に入れててさ、最後の最後のっていうか、玄関の扉開けるときに油を使ったと思うんだけど、なんか鉛筆の粉でもどうのこうのみたいなこと言ってたと思うんだ。だからちょっと今回鉛筆で行ってみていいかな。多分ね、油を使うのはね、なんか NG なんだと思うんだよね。この子、やけどっていうか、やっぱなんか火とか火事とか、なんかそういうのにまつわるものを使っちゃいけないのかなと、ちょっと刺激しすぎちゃったのかなと勝手な予想なんだけど、だからちょっと油じゃなくて、やっぱちょっと控えめな鉛筆で、何がどう控えめになるか分かんないけど、とりあえず 鉛筆の粉で代用できるんじゃないかなと思ってます。ということで、ちょっと玄関に直行しましょう。ちょっとね、あんま長居してるとね、現れちゃうんで。結構あの子せっかちだから、すぐ来ちゃうんだよね。で、ここで、そう、鉛筆の粉とかがいいっていうんで、ここで油じゃなくて鉛筆の粉を使うと。これでどうだ？ちょっと流れ変わんないかな？流れ変わってほしいんだけどね、っていうか。まあ見た目に変化はないけど、まあおそらくなんか、何か変わってることでしょう。っていうか変わっててくれ。変わっててくれ。で、まあ開かないと。はい。で、戻ります。多分ね、やっぱ、何かしらエンディングに変化あると思うんだよね。結構やってることが前回までと違うんで、これでむしろ変わっててくれないとこちらが困るというか じゃあ、地下室行きます。はい。地下室行きます。そろそろ来そうだな。結構ね、せっかちだからね。せっかちで目立ちたがりだからね。ちょっとね。はい。で、地下に行くと。で、問題ここだな。ここだな。ちょっと 前回も苦戦したけど。ここですね。
加速アイテム1個使えば十分かなって思ったんですけど、どうかね。ちょっと待って、もう一回セーブで事前に使っとく。スピードアップ。さあ来い。あーくそ、よく逃げ切れたよね前回ね。まあ何回か死んだことに変わりはないんだけど。はい、行きまーす。ほい、巻いたかな。なにこれ。オッケー。で、ちょっと加速してるんで方向機気をつけないとね、この地雷踏むんで。よいしょ、とんずら。あばよ。はい、さあどうだ。これで何かしら変わっててくれると嬉しいんですけど、どうかね。あなたはもうお家には帰れないの。流れ変わったね。やっぱあれだ、絵も踏みつぶしてないから血塗られてないですね。今日からここがあなたのお家だもんね、お兄ちゃん。さてどう変わるのか。まあなんかセリフ変わってるだけでバッドエンドに変わりないと思うんだけど。っていうかさ、今気づいたんだけどさ、スターライトって男だよね。なんかさ、こう歩行グラだけ見てると女の子に見えなくもないから今まで勘違いしてたんだけど、普通に僕っ子かなとも思ってたんだけど、普通に男ですね。うん、男だね。でお兄ちゃんって言ってるからちょっとえとかってなんかいろいろ思ってたんだけど、兄ですね、スターライトって。男ですね普通に。待って、何がダメなの。ダメだったの。終わりだよね。なんかもうちょっと救いのある、希望のあるエンディングってないんですか。3つのうち2つやったけどどっちともパッドなんだけど。できるだけマシな行動をしたつもりなんだけどな。ちょっとなんとも言えないな、なんとも言えない。あの後ね、ちょっとまあいろいろ道探して、あのもう一個のエンディングちょっと裏で見てきたんですけど、助からねえ。助からない。エンディングどうやら3つあるようで、で3つともね、なんかセリフがちょろって変わるだけで、結局妹が救われる、あのメンマが救われるエンドがなくて、本当にセリフがちょろって変わるだけのバッドエンドしかないっていう結末になりました。まあ、救いがあって欲しかったんだけど、どうやらないみたいです。かなり残酷な気もしますが、最終的にはこの絵の中にっていうか、この火傷して、まあ、亡くなった女の子に体を乗っ取られて、で兄だけは帰ってこれるけど、結局妹の記憶はなくして、で妹は乗っ取られたままあっちの世界で生きてると、なんともうつ展開なバッドエンドしかないゲームでした。やっぱな、個人的にやっぱ
助けはあってほしかったかなとは思うんだけど、まあこういうね結構なんだろう助けのない鬱な展開のゲームもまあ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 普通に好きっちゃ好きなんで、まあありではあるかなと思うんですけど、やっぱ助けは欲しかったですね。はい、そんなわけで、僕に妹がいるわけがない、ちょっと短編だったけど、まあ今までとはちょっと違った感じのゲームっていうことで、まあ非常に楽しむことができたかなと思います。やっぱちょっと後味が悪いけどそこはもうどうしようもないんでね、こうあとはまあ助かるルートは皆さんの心の中だけにあると、ごめんね言ってる意味が分かんないと自分でも何言ってるか分かんないです。はい、僕に妹がいるわけがない、終わりにしたいと思います。それでは。